胡椒餅は中国福建省の省と復讐市発祥の焼きパンの一種。ストリートフードの一つとして台湾では非常にポピュラーであり、台湾中の夜市や露店で購入できる。小麦粉と水に膨張剤を加えた生地からなる皮に砂糖、醤油、胡椒で下ごしらえされた肉とネギからなる具を包んで作られるのが一般的である。胡椒餅の考案者は知られていない。 この料理は福州と台湾で食されているが台湾の商店では福州胡椒餅と呼ばれ福州からの移民によって持ち込まれたとされている古くからある胡椒餅店のほとんどはそういった福州人たちが始めたものである完成した胡椒餅の中身皮の生地は小麦粉と水にイーストやベーキングパウダーのような膨張剤を加えて作る クロワッサンのようなパリパリとした皮にするために、ラードやバターなどの油を加えることもある。生地ができたら1個分ずつの量に分け、それぞれを餃子の皮のような薄い円形にする。具の主な材料は、ひき肉か薄切り肉で、大抵は豚肉である。食感を上げるために、ひき肉と薄切り肉の両方を使う店もあるが、ひき肉の方が調理の際により多くの肉汁が出るため、 一般的にはひき肉が使われる。肉には山盛りの白胡椒、または黒胡椒の粉と醤油、砂糖、料理酒で下味をつける。下味をつける際に五個粉やカレー粉を加える店もある。下味をつけた肉を皮の上に塗り広げたら、その上にみじん切りにした青ネギを一つかみのせ、皮で包み込む。風味をはっきりとさせるために、ネギは 肉の下ごしらえの際に混ぜ込むのではなく、必ずこの工程で加えるようにする。他のパオズとは異なり、皮の結び目は底の方に作る。上側には水を拭き、白ごまを振りかける。オーブンで焼かれる胡椒餅。包み上がったら、タンドールのような高温に熱せられた、円筒形の粘土製オーブンで焼く。オーブンの下には熱源として炭火が置かれる。胡椒餅は、 下から上に向けて、オーブンの壁面に沿って、縦に積み上げられる。焼き上がったら、葉の鈍いナイフやヘラを使って、胡椒餅をオーブンの壁面から剥がす。この時、胡椒餅が炭火の中に落ちないように、オーブンと炭の間にザルを構えておく。焼き上がった胡椒餅は、クラッカーのようなカリカリの薄皮で包まれ、かじると肉汁が滴り落ちる。うまく包むことで、 青ネギは全体の下側ではなく肉に包まれた中心に来るようになっている。胡椒餅はアンソニーの世界弾丸ツアーのようないくつかの旅行番組に取り上げられたことで台湾国外でも知られるようになり、その後すぐに台湾への旅行者が必ず食べると言って良いほどの名物となった。台湾を訪れて胡椒餅を食べた旅行者は自身の体験についてブログを書くなどしている。 故障持ちの店は食事時などピーク時の待ち時間が長いことで知られ、どの店でも最低30分は待たされると言われている。あまりにも待ち時間が長いので行列をいくつかのグループに分けて販売されるのが常である。多くの店は売り切れ次第終了となるが、材料を再補充する店はその限りではない。ありがとうございます。